君も一緒に乗るかい、ロッキー。海の中なんてごめんであります。いってらっしゃい。あ、何か見えた。おお、幻の巨大ウミウシ。いや、パウパトロールが来てくれたんだ。ケント、来てくれたんだね。潜水艦を引っ張り出せるか試してみる。レスキューアームセット。オッケー、レッツゴー。やった、成功。船長、潜水艦が岩から外れたよ。イエーイ。それじゃあ早速巨大ウミウシを探しに。お、変な音がしたよ。ボルトが外れて水がどんどん入ってくる。早く海の上に。ダメだ、操縦できない。エンジンを止めて、船長。部品が取れてる。これじゃ操縦できないね。こうなったら仕方ない。ロッキー、悪いけど海の中に潜ってもらうよ。分かった、ケント。本当はすっごく嫌だけど。頑張れ、ロッキー。ほら、やってみたら簡単だろ。どう？うん、でも水の中って濡れるね。よし、潜ろう。やるしかない。うわあ、水がどんどん入ってくるぞ。大丈夫、フランスは。ケントが来て直してくれるよ。うん、ケントにばっかり任せておけない。ここは僕が。フランスはそんなことしたら。あわわ、船を止めて。どうなるかと思った。ラチェットアームセット。直った。わお、やった、よかった。ああ、心配すぎてお腹痛くなっちゃった。ヤッホー、俺以上。よし、船に帰ろう。待った、なんで？ウミウシだ。あるぞ、僕も。あれ、船長たちなかなか上がってこないね。ああ、もう。おい、クジラちゃん、こっちこっち。バレーボールせえへん。ケント、助けてくれて本当にありがとう。お安いご用さ。今回のトラブルもパウッと解決。お任せ、ダルバット船長。銅像を見つけてみせるよ。落としたのはどこ？ちょうどここらへん。でも何にも見えない。大丈夫、パウパッドで見てみる。海の中でも調べられるんだ。これだ。岩の端っこに立ってるね。見て、お魚がたくさん。これ以上深いところに落ちる前に引き上げないと。スカイ、ケーブルを伸ばして。はいはい。よし、ツーマ、次は僕たちだ。プロペラスクリュー。ライトオン。まずい。のケーブルが届かないんだ。困ったわ。どうしようどうしようどうしよう。銅像がなかったら記念日がお祝いできないよ。銅像が泳いでくれたらいいんだけど、そのためには風船だ。風船？風船大好き。でも風船でどうするの？どうしましょうどうしましょうどうしましょう。ロッキー聞こえる？こちらロッキー、どうしたの？急いで持ってきてもらいたいものがあるんだ。何？海の中でも使える風船、できるだけ大きなものが欲しいんだけど、どこかにあるかな？それならぴったりのものがあるであります。パーフェクト。ビーチまで持ってきてくれる？ズーマが待ってる。無邪。ズーマ、これでどうかな？ありがとうロッキー。じゃあ行ってくるね。助かったよズーマ。任せて。風船見つかったかい？バッチリですズーマ。もう一度潜って銅像に風船を結びつけよう。そしたら銅像が泳ぎ出すはずだよ。行こう。ライトオン。すごい、銅像が泳いできた。泳ぐだけじゃなくて、おじいちゃん飛んじゃったね。このままじゃどこか行っちゃう。スカイ、銅像を頼む。任せてよケント。スカイウィングセット。ビュービューっと太ってるよ。イエーイ。いいぞスカイ。に持ってくね。うん。あら兄さん、それにおちびちゃんたち。こんにちは。みんなよく来てくれたわね。ここにあった銅像を。おじいちゃんの銅像。よかった、間に合ったわ。おかえりなさいおじいちゃん。ほら、ちゃんと帰ってきたでしょ。パウパトロール、本当にありがとう。今回のトラブルもパウッと解決。